皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、トサン TV トサンでございます。さあ、本日も始まりました、トサン TV でございますが、本日は、台湾と、紀元節と、獅子情報でございます。では、参ります。えー、ちょっとですね、本題入る前に速報が入ってきておりまして、こちらご覧ください。えー、アフガニスタンの選手がパラリンピックに参加できる見通しです。はい、本当に良かったなというふうに思いますが、この情報を入る前に、 えー、アフガニスタン国旗を持って国連職員の方が開会式の入場行進を代わりに行いました。でですね、今になって分かったことなんですけれども、これなんでかと言いますと、わずかばかり、ほんのわずかばかり、このアフガニスタンの選手がパラリンピックに参加できる見通しというのがあったみたいです。その少ない可能性があるので、ちゃんとつながるように国連職員の方が、 えー、開会式の入場行進を行って、今回の参加というところにつながっていって、一連の流れがつながったということみたいですね。 え、可能性に素早く反応した、ちゃんと反応したことで、え、今回ですね、え、こういうことが起こったんじゃないかなという気もいたします。で、もう一つですけれども、えー、現在のアフガニスタン自衛隊の皆さん奮闘してくださっておりまして、1名救出していただきました。本当にありがたいお話でございます。えー、現在ですね、まだ現場でいろいろとですね、あの、自衛隊の皆様とか、あと不安に包まれている法人の皆様が命がけて頑張っている最中なので、今は見守ってですね、とにかく思いを 送る時期だと思いますけれども、一点ですね、ちょっと、あの、うんえー、もっともっとさかのぼっていったときに、タリバンの危険性、そしてこうなる可能性、えー、わずかばかりのところに、ちゃんと日本政府は反応できていたのかなというところが疑問に思います、そして日本の大使館の方ですね、もうちゃんと反応できていたのかなということですね、自分たちだけ反応してないかなと。 いうところもまあ気になるところでございますが、今はですね現場で頑張る自衛隊の皆さん、そして不安な中でですね今、救出を待っている邦人の皆さん、こういった皆さんがですね一人でもご無事に日本に帰還されることを祈っておりますということです。はい、でははいで本本題入っていきましょう、えー、台湾とと日本自民党と民進党党進 2プラス2の外交及び防衛のチャンネルを作ってまあ会話を始めましたで日本と台湾というのはそもそも国交がありませんなので政府間同士ということはできないので えー、まあ、議員レベルですね。議員が自主的にやるというような形になってます。まあ、それ以外のやり方はないはずなので、そういう形になってるんですけれども、えー、これをですね、えー、まあ、中国がやんやんやんや言ってきてるわけですが、日本の産経なんかでも報じましたけれども、台湾の方でもメディア報じております。こちらご覧ください。はい、台湾、フォーカス台湾ですね。 はい。民進党、自民党と初会談、新たな協力の枠組みで中国の朝鮮に対応へということでございますけれども、えー、日本からはですね、ひ、え、げ、ー、の隊長の佐藤さんですね、と大塚さんという、えー、国防部会長、 が出席してくださったということでございます。外交と防衛ということですね。台湾側からも同じく外交と防衛ということで、非常に有意義な2プラス2が始まったんじゃないかなということで、今回はまあ,あ、最初の開催なので、ちゃんと挨拶と今後も続けていきましょうという継続の確認ですね。そして現状認識の確認をされたんじゃないかなというふうに思いますが、これに対してですね、また中国がすぐに噛みついてきたんですけれども、まあその言い方ですよね。 日本は原稿を慎めと。何様なんだと、お前は。お前は一体日本の何なんだっていう話になってくるわけですけれども、これに対してですね、ヒゲの体長もこんな感じで言い返しておりますね。議員外交について中国に言われる筋合いはないと。まあ本当にその通りでございますね。しかもですね、こういった議員外交をせねばまずいという危機感をそもそも醸成しているのは中国ということになりますね。 えーまあえー、な現状の変更もそうなんですけども、何しにそんなに核兵器を増やしてんのと。核兵器をしまう施設とか、なんでそんな急速に今作ってんのと。中国が今の現状で平和に国家運営をしていくのにそんなに必要ないでしょと。何しにやってんのということで不安をあわってるから今。 台湾有事ということが騒がれていて、台湾有事になると日本のシーレーンの問題にもなるから、お互いの安全保障の価値がですね、一致している部分があると。だから、国交はないけれども、話し合いの場を持ちましょうという流れになっているんだと。あなたたちが呼び水出してるんでしょっていう、そういうお話でございます。で、台湾有事に関しては、いろんな憶測が飛んでおりますけれども、ちょっと気な臭いニュースも出てきております。こちらご覧ください。 はい、これですね大紀元さんになりますね、えー、福建省、安蔵市、市民に非常用物資を備蓄せよということなんですけれども、一応、エビデンスが貼ってありまして、こちらなんですね、はい、福建省の安蔵市で、まあ、有事があったというか、まあ、災害とかもそうですけれども、非常用の物資をちゃんと備蓄しなさいということを、当局が指示を出したっていうんですね。 で、青モ市どこにあるかっていうと、こちらなんですけれども、もう海沿いで、すぐ隣が金門島なんですよ。で金門島というのは、台湾が実効支配している島ということです。9キロ、10キロぐらいしか離れていないんですね。えー、なんで金門島をもしかしたら攻めに行くのかというような、そんな、まあ、測が広がってしまうわけですけれども、一応、まあ、私なりの素人見解を言わせていただきますと、金門島というのは、 台湾の本土が落ちればもう自動的に落ちるところです。もう半ば落ちてるんですね。水道ももう中国の大陸から水ももらってますので、もう生命線握られてます。で、休日ともなれば、中華民国と中華人民共和国の両方ともの国旗がたまびくようなもうそういう島なんですよ。なので無理してここで取りに行く必要はない。本当に欲しかったらですけれども、取りに行く必要はなくて、もしここを取りに行くんであれば、 えもう台湾を取りに行くという決意表明というような形で国際社会にまあなんていうか一石を投じるというか波紋をこうバッと与えるために取りに行くんじゃないかなということは考えられますね。 えー、一応、台湾海峡の中国寄りでもありますし取りやすいは取りやすいんですけれどもここよりも東沙諸島ですねこっちの方がまあ重篤ここ取,る取られることになるとこれまたあの対話環境を塞がれてしまうのでこっちの方が重篤かなというふうに思いますで一応、記事の中ではですね本当に取るつもりではなくて情報戦の一環として仕掛けてきているんだろうということが書かれておりました私も今のところそうじゃないかなというふうには思いますけれどもしかし情報戦として仕掛けてきた可能性が 高いでは、残りのわずかな可能性は何かといえば、やはり有事ということになりますので、相手がその有事が想定できるような、その可能性を仕掛けてきたというところに関しては、逆にですね、えー、なんでこういう有事を想定させるような、相手に緊張感を与えるようなことをしてくるんだと、明らかに中国のやってることはおかしいし、不安を煽っている、そういうことを逆に発信していくべきじゃないかなというふうに思います。はい、ではいでで次にですね えー、起源説、得意の起源説いきたいと思いますけれども、えー、バイデンさんがですね、えー、各情報機関に、えー、中国の武漢ウイルス研究所からウイルスが漏れた可能性について調査をするように、つまりは、まあ、発生期限ですね、コロナの発生期限について調査をするようにということで命じておりまして、その報告期限が8月の24日でした。 で、報告がなされたんですけれども、その報告が公表される前に、バイデンさんの方から、えー、今回はその調査結果として、武漢ウイルスから出たということは、ちょっと言えないみたいなこう、弱々しい発言が出たんですね。まずなんであんなことを言う,言うのかなと。 いうところが、まあ、あったたんですけれれども報告書は開示されましたで内容を見てみますと8つの情報機関でどうやら調べられていたみたいです。他の情報機関も多分動いてると思うんですけれどもそちらに関してはま,まだ出てきてないんじゃないですかねちょっと理由があると思います。で半分の4つ4つが自然発生説を言いましたで、えー、1つが武漢研究所の流出説というのを言いました。 で、残りの最後3つが断定できない。情報が足りないので断定できませんという、そういう判断になりましたね。で、半分の4つが自然発生説を訴えているんですけれども、しかし、信頼度としては低いということなんですよ。一応自然発生説だと思うけれども、あんまり信用しないでねっていう、そういう報告。で、1つの武漢研究所留出説は中程度ですね。えー、どっちとも言えないけれども、可能性としては十分にあり得るよ、ぐらいだと思います。 で残りの3つは断定できないということになりますが、えー、なんで断定できないか、要するに全部の機関が断定してないんですよね。でなんで断定できないかといえば、えー、発生初期の臨床データが入手できていないからと、データが足りませんということになります。はい、でその足りなないいデータは何かというとうころなんですけれども以前 CNN が えー、アメリカがです、ね、武漢ウイルス研究所が2019年9月に非公開にしたデータというのを膨大なデータを入手したんじゃないかというのをすっぱ抜きましたでそのデータが入手できていなかったのか今回の報告では明らかに入ってないんですよそのデータの話というのがなので入手できていなかったかもしくは入手はしたけれどもデータ量が膨大なので今回の報告書には間に合わなかった ということが考えられるので、引き続き同じ情報機関、もしくは別の情報機関で入手していた場合はやってるんじゃないかなというふうに思います。で、今回の報告書でコロナの人の感染は遅くとも2019年11月にはあったということが述べられておりますので、これ以前にもから発生していたということですね。この時点ではもう100%あったよというような話になっているということです。で、 えー、2019年11月ではなくて、まあ、私の個人的な予想では6月、7月ぐらいにはもうあったんじゃないかというふうな話になっております。細かい話はまああの別の動画でですね、4991ウイルスを終えという動画を見てもらいたいんですけれども、えーとですね、ここで問題になっていくのはどういうことかといいますと、まず2012年に雲南省の銅鉱山で、 えー、コウモリのフンの清掃に入った6人の清掃員が全員謎の感染症にかかっていてうち3人が死亡するという事故が起きましたこの事故に対して関イ霊さんバットウーマンと呼ばれる関イ霊さんを中心に武漢ウイルス研究所が調査に入っておりますでフンを採取してきて調べるんですけれどもそのコロナに名前がついたのが2013年なんですよ えー、2013年にまあ名前がついてでて、4991ウイルスという名前がついているんですけれども、それがですね、2020年に入ってから、RABT13 というウイルスが公表される、それが、えー、今回の新型コロナウイルスと96.2%、遺伝子配列が同じだということで、現状見つかっているコロナウイルスの中では、これが一番近いということになんですね。で この RABT13 と4991ウイルスが同じだということもその後発表されました。つまり中国はこの96.2%遺伝子配列が同じウイルスを2012年には武漢ウイルス研究所に持ち込んでいたということになるわけです。で、その後2019年の9月に武漢ウイルス研究所のその膨大なデータが非公開になっている。 なので、そのデータがわからないと、その、そのまで何をやっていたのか。その2012年から2019年の9月まで、この4991ウイルス96.2%同じウイルスを何を教えたのかっていうことがわからないという話なんですね。これを中国に公開しろということを、まあ、 全世界が今言っていて、中国はそれを公開せずに、アメリカの報道でトリックの方が怪しいよって言って攻撃しているということになります。なのでこの、この意味で攻撃を強めていけばいいとは思うんですけれども、実はアメリカにもアキレス腱がありまして、武漢ウイルス研究所というのは、いわゆるですね、まあアメリカと中国もそうですけど、フランスとかもそうですし、まあドイツとかも入ってるのかな、資本が。いろんな国からですね、資本が入ってるんですよ。えー、なんでかというと、 まあ、その中国という閉鎖された国と、まあ西側との協力のシンボル的な形で建てられてもいるんですね。いろんなところからお金が入っている研究所なんですよ。特にアメリカの場合は、ダスザックさんという方が、あの、ダスザックさんの中でイギリス人ですけれども、拠点がアメリカなんですよ。で、エコヘルス・アライアンスっていう財団かな、やっていて、そこ経由でお金が入っているんです。この財団もアメリカだと思います。なので WHO の時にはアメリカ枠でこの人参加してるはずなんですけれども、 えー、このお金は要するにアメリカからのお金という形で入っちゃってるってことなんですよ。で、この中には、えー、ファウチさんのお金も入っているんじゃないか。これもまだ全然立証されておりません。おりませんけども、そういう疑いが持たれているということになりますね。もしかしたら濡れ絹かもしれませんけれども、そういう疑いが持たれているので、詰まるところ、アメリカが依頼した機能獲得型の、まあ、遺伝子操作ですね、の実験で、 このパンデミックのウイルスが誕生して、それを中国が流出してしまったんじゃないかという共犯の可能性が出てきているということなんですよ。なので、アメリカ側としてもそこをつっつかえると厄介であるんであれば、これ以上突っ込めないということになりますね。そこは今のところ闇の中ということになります。はい。えー、ただこれに関してですね、コロナの 期限説というかコロナを解決するためにこの発生源を明らかにしなければいけないというのはどの学者さんも言っているわけで、それをするために中国には開示しなければいけないということもあるし、現在開示されないんであればアメリカとしてはまあ不良意なことを言うわけ言ってはいけないというのはあるんですけども、もう一方安全保障的にに。 中あ米中新冷戦というところで行った場合にはなんとか中国にですねちゃんと開示しろっていうそれが中国が行って不誠実で悪なんだその報道がということをちゃんと言って国際社会の厳しい目を中国に向けなければいけないということなんですねその時にこの2019年9月のデータを非公開にしたそしていまだに開示をしてなくて開示を拒んでいるというところにちゃんとフォーカスを当てて中国の武漢ウイルス研究所が何かをやっていて そしてこの新型コロナをです、ね、漏洩させたんじゃないかというその可能性の部分というのをアメリカは。 ちゃんとついていかないといけないよということですが、今回全然そんな感じじゃないですね。弱々しい発表と、えー、まあ、あの、なんていうんですかね弱、弱々しいその報告書が出てきたというところでございますが、これも今後ですね、ちょっと情報を追っていきたいなというふうに思います。はい。では最後に、獅子情報なんですけれども、まず獅子情報、こちらご覧ください。この,じょあの映像ですね、何かと言いますと、フランスになります。 フランスでなんで北部同盟の旗が旗めいてんのっていう話なんですけども、フランスで北部同盟を支援するためのイベントが開かれましたということでございますね。で、現在北部同盟すごい孤立をしているようにまあ見えます。というかしてます。えー、広いタリ、あの、アフガニスタンの中でもタリバンに囲まれていて、北部同盟がまあ孤立している。どうせこのまま行ってもダメだろうというふうに皆さん思うと思うんですよ。で、私もまあそっちの方の方が思うんですけれども、しかし、じゃあ、 国際社会がほっといているかというと、実はそういうわけではないというお話だけ今日したいと思うんですね。で、北部同盟がこの、国際社会が北部同盟にどういうアプローチをするかというのは、8月31日のカブールからの、その、撤退期限を過ぎないと動きようがないはずなので、どの国もですね。なので、一回ここ過ぎて、ちょっと間を空くまで静観しないとわかりません。 わかりませんけれども、北部同盟側の方はもうフランスでこういうイベントも開いているということなんですね。で、フランスとのつながりどうなのかと言いますと、こちらをご覧ください。これですね、アフマドシャー・マスードさんの、まあ、伝説の英雄ですね。というか、あの、アフガニスタンの国から英雄の称号を与えられている人なんで、マスードさんという方は。その息子さんとマクロン大統領です。が、 会ってる。今年の3月の終わりに会っているんですねで、これからのアフガニスタンが混乱する状況というのもマスドさんは訴えていまして、北部同盟支援してほしいと、で北部同盟がその西側とかアメリカとかそういう価値観を唯一受け止めることができるそういう集団なんだということをアピールしているわけですよで、こういう会合も行われている、つまりマス,あのマスド・ジュニアさんという方も国際的な人だということなんですね、で、先ほどのイベントとかもなんで開けるのかというと、 えー、マスードさんというのはですね、も、ま、う、あ、まあ本当に世界的に名前の売れてる人です。私は正直この問題が起,こあの起きるまで知りませんでしたけれども、調べてみるともう国際的な人で、マスード財団っていうのもできてるんですよ。で、国際的にこのマスードさんの一族が飛び回ってます、世界を。ということで、 え武器はですねあの提供してくれる側がないと買えないんで大元がないといけないんですけれどもこうやって国際的にアピールをするぐらいの資金はありますで現在 SN、SNS でどうやってこの北部同盟を助けたらいいんだっていう西側の一般の人たちがいてその人たちに、えー、マスルド財団に支援してくれたらあの力になってもらえるっていうようなことを逆にそれを教えている方とかもいるんですね。 ちょっとずつ広がってきているということになります。で、気になるのはですね、やはりアメリカとの関係がどうなんだというところなんですけれども、ちょっと前にですね、マスードさんとアメリカのウォルツさんという議員さんが、電話で連絡を取ったという情報が入ってきていたんですけれども、裏が取れなかったので、発信していない。 買ったと思います、私は。喋ってないんじゃないかなというふうに思います。えー、アメリカとのパイプのあるなしってすごい大きな情報なので、一人歩くするといけないので、とにかく裏取ろうとして、ずっと待ってました情報。そしたらですね、こんな情報が出てきたわけです。はい。これですね、出ている人、ウォルツさんです。その議員さん、フォックスニュースに出てですね、しついに喋りました。で、北部同盟を支持すべきだということをフォックスニュースで話をしたんですね。ということは、 マスド・ジュニアさんと電話で話をしたという情報は、どうやらガセでもなかったなということが見て取れると思います。で、このウォルツさんという議員さんなんですけど、アメリカの下院議員の方ですね、フロリダ選出の下院議員の方でございまして、元軍人さんなんですよ。で、元軍人さんだけではなくて、元グリーンベレーです。で、元グリーンベレーというだけではなくて、アフガニスタンで任務をしていた人ということになりますので、 えー、グリーン特殊部隊ということになるとそれなりに上の人たちとつながりがないとおかしいんですね身辺警護とかそういうものも含みますので結構なつながりをアフガニスタンの中に持っている人が鮮明に今北部同盟支持をこうしてメディアに出て訴えたという状況になっているということでございます、えー、北部同盟がどうなるかというのはですねタリバンにやられないのかというのは本当、まあ、わずかばかりの可能性かもしれませんけれども31日超えて9月に入りましてから この辺の事情というのもどんどん動いていくと思いますので少ないかもしれませんがこの可能性についてもまた情報を追ってお伝えさせていただきたいと思いますでは本日の内容は以上になりますご視聴ありがとうございました